さて、高校大学と漫画家志望だった宮崎さんですが、その道を諦め1963年東映動画に入社します。これはそれより少し前の東映動画社内の様子。こちらはアニメーターたちが絵を描いている部屋。こちらはセルの上に輪郭線を引き色を塗るための作業部屋。ご覧のようにいかにも大企業でありますが、その中で宮崎さん決して真面目な社員ではなかった。組織の歯車になるのが嫌だったのです。いろいろ何も定まんなかったんです。やりたいことがあったんじゃなくて、やれたらいいなってことがあっただけなんです。でだから東京都が入った時もしばらく困ったですね。5時になったらさっさと帰ってくるって、やることがなくても帰ってきちゃうっていう、組織に属したくないと思ってました。そんな宮崎さんを変えてしまう映画が現れます。アニメーターになってよかったと思わせてくれた映画雪の女王。その出会いの衝撃をこう語っています。っていうのがあるわけですか。いや多大な影響を受けてる。多大ですか。甚大な影響って言っていいと思います。そのアニメーションっていうのはそんなにこう複雑に描くことはできないと思うんです。でもこう本当に一つのこの思いなりですね、そのこう気持ちをですね、シンプルに端的に描くと非常にこう打つものがあるんだと思うんですね。雪の女王はこんなお話です。ゲルダとカイは深く愛し合っていました。しかしある冬の晩、雪の女王を怒らせてしまったカイは遥か北の国の氷の宮殿へ連れ去られてしまいます。愛するカイを取り戻そうとするゲルダは一途にひたむきに思いを貫いてゆきます。さまざまな困難を乗り越え、ついにカイを救い出します。その途上、ゲルダは鳥たちと会話を交わします。川のせいに自分の靴を捧げ、川さん川さん、カイのところへ連れてってと呼びかけるゲルダ。川はその思いを受け入れ、船を導いてくれるのでした。ある時は山賊に襲われ、乱暴な娘の檻に入れられてしまいます。しかし愛するカイへの熱い思いが伝わると、娘の態度が一変します。彼女は檻に入れて囲っていたペットをすべて解き放ちます。乱暴さの裏に優しい心が隠れていました。ゲルダのひたむきな思いが他人の凍った心を溶かしていったのです。アニメーションは心の変化を端的に表現できるのだと確信させてくれた映画でした。こういう端的さでその人の心を描けるのがアニメーションなんだ。つまり思いを貫いていく映画こそ、いや表現としてそのアニメーションというのは非常に優れた力を持っているというのをその例を見たんですよ。だからその思いを貫く映画を作るっていう。宮崎アニメの主人公はみんな思いを貫く人でした。ラナを救おうとするコナンも、逆にコナンを救おうとするラナも、戦争を止めようとするナウシカも、シータを守ろうとするパズーも、トンボを助けようとするキキも、サンを救おうとするアシタカも、ハクを助けようとするチヒロも、ソウスケのもとへ突進するポニョも、みんな思いを貫く主人公でした。雪の女王はもう一つ日本のアニメに巨大な影響を残しました。目の描き方です。雪の女王での目の描き方見て驚嘆したんですよ。こういう優しい描き方がある。ここに色線を使うと眼差しが優しくなる。元は目の輪郭がすべて実線で引かれていました。それがゲルダの目の影響でこうなります。上は実線ですが他は白線のまま、切れ長ではなく縦長の目。この描き方が以後標準になったのです。ロシアのアニメ雪の女王が宮崎アニメの原点だったんです。
なぜみんなが宮崎アニメに夢中になるのか、その秘密が一つ分かった気がします。思いを貫くということ、それは誰もが子どもの頃から本能的に持っているものなのではないでしょうか。だから宮崎アニメを見てみんなが勇気づけられるんだと、そう思います。